みんな今日の宿題を忘れないでね。次回の部活で、披露できるように詩を書いて持ってくること。モニカはもう一度こちらに視線を向けた。ソシャックメン君が自分をどう表現するのか楽しみにしてるわ。へへへ。ああ俺なんかの三流の文章力でクラスのスターだったモニカに良い印象を与えることなんてできるのだろうか。俺はすでに不安が湧き上がっているのを感じていた。一方で女子たちはおしゃべりを続けていた。ゆりとなつきは食べ物を片付けている。ねえソシャックメン、どうせ今一緒なんだし一緒に帰らない？そうだ、さよりはいつも部活で学校に残ってたので、さよりと俺が一緒に帰ることはもうなかった。ああそうするか。やったというわけで、俺とさよりは部室を出て一緒に帰ることにした。道中俺は何度も4人の女の子のことを思い浮かべる。もう変態じゃねえかよ。さより、夏木、ゆうり、そしてもちろんモニカ。俺は本当に放課後を文芸部で過ごして幸せになれるのだろうか。ひょっとすると誰か一人と親密な関係になれるチャンスが訪れるかもしれない。よし、この状況をうまく利用して必ずや幸運を手にしてみせる。その一歩は今夜俺が詩を書くことから始まるのだろう。やべえなこの主人公。おで詩を書こう。あなたのお気に入りの部員が好きそうな単語を選んでね。あなたの詩が一番好きだった人とは何か良いことが起こるかも。そうで、これは単語を選んで要は詩を書いていくっていう感じで、ここが要は普通のゲームでいう選択肢になるのかな。でいろいろあるな。怒り、不安定、リボン、雨雲。なんか結構ネガティブな単語も多いな。そうだな、まずここは、まあ、この3人の中で誰を狙うかにもよるんだろうねきっと。そうだな、まあ、最初は多分この幼馴染狙っていくのが順当な進め方なのかな、まあ、この子が好きなものって可愛いものだと思うから、リボン。あ、違った、こっちだった。あ、そっか、このなんだっけこいつ名前ちょっとまだ名前覚えきれてないけど、夏木か。夏木が可愛いものが好きで、幼馴染は何が好きなんだろうな。次もすごいね、リボンの次じゃスカートでいいんじゃん。スカート、あ、やっぱこの子が喜ぶね。他のやつが喜ばないからどうなんだろうな。一人だけ集中的に上げてった方がいいのかな。じゃあこれ愛らしいだね。要するにあれか、リボンがあってスカートがあって愛らしい詩を書いてるってこと。あ、やっぱりこの子が喜んだ。ロマンスだと多分違うと思うんだよね。多分ホップかな。あ、ホップですね。そうだな、ここでいきなり爆発させてみるか。あ、爆発やっぱ喜ぶんだ。いや、この紫の子きっと爆発とかなんか殺害とかさ、それサイコパスな感じだと思うんだよね。なんだけど次は愛、クスクス、運動、生き生き、可愛い、子犬。あ、じゃあ子犬で、やっぱピンクの子が喜ぶ。アメンボーってやばくない？アメンボーって要はキャンディーか。じゃあアメンボー、うん、アメンボー喜ぶね。あー、これもチョコレートだね。チョコレート食いて。やっぱり自殺ってあるんだけど超怖え。こんなめっちゃポップなのにいきなり自殺するし書いてみる。じゃあ、あ、やっぱり喜んでる喜んでる、やばい。めまい、くるくる、熱心、色。あ、これ難しいな。時間にしてみよっか。あ、なんかやっぱこの子が喜ぶね。あんまりこっち当てるとバランス悪いから、じゃあここでウサギを入れて、まずねこのピンクの子を狙ってこうね。ネズミかな次。いや、ネズミってどうだ。でこの中で言ったら買い物じゃないか。あ、やっぱ買い物だ。ポチッと、なんだポチッと、うん、ポチッととかやっぱそういう可愛らしい言葉。やべ、エントロピーだ。エントロピー凌駕させて、エントロピーにしたいな。あ、やっぱりな、この子が喜んだ。でここでアニメを入れて、まあ多分これトータルの数値が多ければこっちになると思うんだよね。わかんないけど、さっきのなんかウサギとかなんか子犬みたいの選んで虐殺とかしたらやばいでしょ。完全にサイコパス。マシュマロにしよう。
で次はキャンディーかな。でハートだね。あ、ハートがこの子なんだ。なるほどなるほど、だいたい分かってきたぞ。こいつの攻略は簡単そうだな。このユーリだっけ、ユーリか。でこれはどれだろうな、水着。あ、やっぱそうか。でジャンプとかでしょ。ドキドキ、あ、どっちだろう。ドキドキだって多分この左の子だと思う。試しにちょっと傾向を見るためにやってみようか。あ、違った。ソシャックメン君、今日も来たのね。すっぽかされなくてよかったわ、あはは。いや、そんな心配するなって。意外かもしれないが、これでも俺は約束だけは守るタイプなんだ。約束だけはな。そんなこんなで俺は文芸部へ戻ってきた。俺が最後に来たようで、他のみんなはとっくにのんびりとしていた。約束を守っていただいてありがとうございます、ソシャックメンさん。あなたに気苦労を負わせていないと良いのですが。いやー、ちょっと読むの下手でやべえな。馴染みがない文学の世界に突然飛び込ませているようなものなので。まあそうだよね。もう何を 甘やかす必要なんてないでしょ。あつきちゃんちょっとツンデレすぎるからな。さよりから聞いたけど、あんた今年はどこの部活にも入るつもりがなかったみたいじゃん。それに去年だって。あんたはここに来てただだらだら過ごそうと考えているのかもしれないけど、真面目にやらないのならここで過ごす時間もそう長くないと思いなさい。怖いな、急に。なんか辛辣な感じになったな。夏希、部屋に漫画コレクションを揃えている割には大口を叩くのね。夏希はモニカと漫画どちらともつかずの言葉を発しようとしている。漫画は文学なの。漫画も文学かな。あっさりと敗北し、夏希はどさっと席へ戻った。心配無用だよみんな。ソシャックメンは楽しいことは全力でやるもんね。うん、確かにリアルのソシャックメンも楽しいことは全力でやるから。私が、頼んでもいないのに何か手伝ってくれたりするんだよ。あ、それはしねえな、それはしねえな。料理とかお部屋の掃除とか頼りになりますね。さより、それはお前の部屋がすごく汚いからだぞ。あ、そういう感じか。それに家が火事寸前になったこともあったし。え、あ、それは、えへへ。さよりちゃんたち本当に仲が良いんですね。少し羨ましいです。え、この子やばい。絶対ヤンデレだ。そうかな、ゆりちゃんとソシャックメンだってきっと素敵な友達になれるよ。さよりん、いつものことだが、俺をおかしな状況に巻き込んでいることにさよりは気づいていないようだ。自意識過剰すぎね、それ。そうだ、ゆりちゃんなんてソシャックメンのために今日何か持ってきてくれたみたいだし。ま、待って、さよりちゃん、そう、バラされたみたいな。え、俺、そういうものでは。恥ずかしがらなくていいのに。本当にそういうものではなくて。何何？気にしないでください。大したものではないのに、さよりちゃん大げさすぎます。どうしよう。あれ、ごめんね、ゆりちゃん。私考えてなかった。つまりこの状況をどう切り抜けるかは俺次第なのか。まあまあ、そんなに気にしなくていいよ。そもそも俺は何かを期待してたわけじゃないし、ゆりが親切にしてくれること自体が嬉しいサプライズだよ。どんなものでも俺は嬉しいよ。そうでしょうか。まあな、もしお前がそう思われたくないなら大げさには扱わないし。なんで急にお前呼ばわりすんの。わかりました。それではこれを。これいきなりネズミの死骸とか持ってこないで、あの死でなんかネズミとか選んだからって。ユリはカバンから本を一冊取り出した。あ、本だった。仲間外れだと感じてほしくなくて、ソシャックメンさんが楽しめそうな本を選んでみました。めっちゃいい子じゃんこいつ。短編なので普段本を読まないソシャックメンさんでも集中力が途切れにくいと思います。それにほら、もしできたら話し合ったりできればと。あ、感想とかね。これはなんだか急にこいつが可愛く見えてきたぞ。
なんだこれ。この主人公のテンション謎だよ。それに読書に慣れてない俺が気に入りそうな本まで見繕ってくれて、ユリありがとう、絶対読むよ。俺は心を込めて本を受け取った。ほっ、ご自身のペースで読み進めてくださいね。あなたの感想楽しみにしてます。そう、本とか貸してもらうとさ、この読んで感想を伝えなきゃっていうの結構プレッシャー若干あるよね。やっとみんなが一段落ついたところで、俺はモニカからの部活らしい指示があるのを待った。だがそういうわけでもないようだ。サヨリとモニカは部屋の隅でワイワイおしゃべりをしているし、ユーリはすでに本に顔を埋めている。この瞬間を待っていたかのような彼女の真剣な表情につい目がいってしまう。一方夏希はクローゼットを物色している。もう、夏希の苛立った声が部屋のクローゼットから聞こえた。何かに怒っているようだ。てかクローゼット教室にあるのおかしくね？あるっけ？もし手が必要であればと思い、俺は彼女に近づいた。何、ラッキースケベ来る？その中で探し物か？モニカのやつ、あいつ絶対に私のものを元の場所に戻してくれないんだもん。ちゃんと整頓してるのに誰かさんのせいですごいごちゃごちゃになるから意味ないじゃない。夏希は積み上げられた本や箱を、棚に収めていく。漫画か。あんたも読むんでしょ？ああ、たまには。漫画とは相手をよく知るまでなかなか打ち明けられないような趣味の一つだ。あ、そうなの？っていうかなんで知ってんだ？いつだったかあんたが話してたの聞いたから。それになんか顔に書いてあるし。どういう意味だそれは。そうか。さまざまな本や漫画の山に一つだけポツンと置かれている漫画を見つけた。気になって俺はその漫画を引っ張り出してみた。あった！夏希がそれをひったくる。夏希は中に漫画が並んだ箱を開け、それを漫画の列のちょうど真ん中にしまった。ふう、これでよし。綺麗に本が並んでるのに一つだけ欠けてるのを見るとどうしても気になっちゃうのよね。あー、わかるなそれは。同じこと言ってる。それはわかる。俺も近づいて夏希がうっとりと眺める箱の中を見てみる。パフェガールズ？人生で一度も聞いたこともない作品だ。つまりこれは俺の守備範囲以外か単純に面白くないかのいずれかだろう。偏見の目で見るならあの窓ガラスの外から見てなさい。夏希は教室の扉を指さす。偏見とかじゃない、まだ何も言ってないだろ。あんたの言い方でそう感じたんだから。でも一つだけ教えておくわ。咀嚼目、これは文芸部直々の教えだと思いなさい。本を表紙で判断しないことよ。むしろ。夏希はパフェガールズの一巻を箱から引っ張り出した。それがどういうことか教えてあげる。そして俺の手に押し付けた。おい、俺は表紙を眺める。そこにはカラフルな衣装をまとった4人の女の子がアニメっぽいポーズをとっているのが描かれている。めっちゃ読みてんだけどそれ。非常に萌えだ。突っ立ってるんじゃないわよ。うわ、夏希は俺の腕を掴んでクローゼットの中から引っ張り出した。そして彼女は窓際の壁を背に床に座り込んだ。すぐ隣の床を手でトントン叩き、俺にそこに座るよう合図する。椅子に座った方がいいんじゃないのか。そう言いつつ俺も隣に座る。椅子じゃダメ。それだと同時に読めないでしょ。同時に読む？なんで？ああ、確かにこうした方が近づけるか。言うんじゃないわよ。どんだけ積んでるなんて。気まずくなるでしょ。夏希は腕を組むと床を滑って離れてしまった。悪い。俺もまさかこんなに接近することになるとは思わなかったが。まあ、嫌というわけではないが、な。俺は漫画を開いた。しばらくすると夏希は俺に気づかれまいとゆっくり近づき元の場所まで戻ってきていた。俺の肩の横から覗き込む彼女が俺よりも読み始めるのを楽しみにしているのがわかる。いやでも俺こうやってなんか
読んでる時に横でどうどうって見られたら逆にちょっと冒頭を読むのも随分久しぶりね。ん？時々前の方を読み返したりしないのか。そんなにしないわね。前回読み終わったらたまにするぐらいかしら。それよりちゃんと読んでるの？ああ、読んではいるが話に大きな展開は起きてないからまだ会話をすることができる。仲の良い女子高生たちの話のようだ。よくある日常系ってやつだ。え、すごいね。これ外国のゲームだけど結構日本のそういうの分かるんだね。話の筋がなくても面白い作品は稀だから最近は読まなくなってしまったジャンルだ。で、これって何の話なんだ。むしろこの話には筋はあるのか。あ、落ちなし山なしみたいなやるじゃねえだろうなってこと。あるに決まってるでしょ。話の筋のないものを私が読むとでも思ってるの。知らんがな。だってまあ言いたいことはわかる気がするわ。確かに最初の方は単純な話が多いわ。あ、後から変わるやつか。中にはアイス屋のお兄さんをみんなが大好きになっちゃうすっごく笑える話とかもあるわよ。それを読めばキャラの理解が深まるわ。それにそれだけでも面白いんだけど次第にドラマチックな展開が増えるの。あー、いいねいいね。そういうのキャラを深く掘り下げてから恋愛関係の話が始まるとどんどん引き込まれていくんだから感動的なシーンがいっぱいあるのよ。へえ、そんな感じなんだな。本当に漫画をよく読み込んでるんだな。少し見直してよ。えへへ。で、ちょっとそれってどういうことよ。わっ、夏希に軽く押される。いや、本気のお前を今まで見たことなかったってだけで。会ってまださ、これ2日目ぐらいでしょ、きっと。ふん、そういうことにしといてあげるわ。へえ、これはお菓子作りの回か。これってもしかしてお菓子作りのシーンが多いのか。それは、夏希は何かを認めたくないかのように一瞬止まった。そうよ。それがどうかしたの？いや、気になっただけだ。お前もお菓子作りが好きなんだろう。それは、たまたまよ。この漫画を読み始めた同じ時期にお菓子作りにはまりだしたの。漫画の影響でしょ、どう考えても。漫画で見たからって何かを始めたりするわけないでしょ。そんなに単純な人がいたら同情するわ。あっはっは。絶対たまたまじゃない。夏希がお菓子作りが好きな理由が分かった気がする。それでも漫画から始まった趣味の中でも間違いなくそれは良い趣味の一つだろう。それなりにうまいんだから文句のつけようがないよな。お、絵が変わった。数分間二人で漫画を読み進める。俺はこの時点で何話かは読み終えていた。このままじゃお前は退屈しないか。しないわ。俺がこれを読んでいるのを見ているだけなの。それはそれでいいわ。そういうのなら好きなことを誰かと共有するのって結構楽しいのかもな。俺も好きな作品を友達に勧めてそれを読み始めてくれたら嬉しくなるし。うん、それは分かりみだね。そういうのもあるだろ。クエスチョンマークだった。ん？ないか。あ、すげえ、目動いた。私はよく分からないというか、なんだ、友達と漫画の話をしたりしないのか。あんまりしつこく聞かないでおいてくれる？まったく。あ、すまん。ふん。こんなの友達に読ませられるわけないでしょ。みんな漫画は子供の娯楽だと思ってるし、こんな話をしたら絶対、俺、咀嚼面がいいのかよ。まだそんなの読んでるの？って言われるんだから。いや、それやだな。顔を殴ってやりたくなるわ。ああ、わかる。そういうやついるよな。この趣味を理解してくれる人ってそうそういないよな。ただでさえ同志も少ないのに。いやー、そうだよね。俺は元からはみ出し者だったから、似たような人間が次第に周りに集まってきてくる。こう、自分のことはみ出し者って言ってるやつに限ってはみ出し者じゃないから。大丈夫だよ。お前みたいのは大変だと思うよ。ふん。まあ、それで大体合ってるわ。どの部分かな。自分の部屋に置くことすらためらうもの。パパに見つかったらどうなるかわからないし。あ、そうなんだ。パパ怖いんだ。
部室に置いておけばせめて安全だから。あ、そういうことなんだ。モニカのことはさておき、もうどうしてもあいつには勝てないみたいね。まあ置いていた甲斐があったんじゃないのか。俺にもこうやって読ませてくれるんだし、くれてるんだし。でも何の解決にもなってないじゃない。そうかもしれないが、でも楽しんでいるんだろ。それが？はは、もういいでしょ。続き読むの？読まないの？はいはい。俺はページをめくった。その瞬間、夏希が突然笑い出した。はは、こういう展開だったのすっかり忘れてたわ。夏希は一つのコマを指さした。みのりが私が一番好きなキャラなんだけど、いつも運が悪いから同情しちゃうのよね。でも特にひどいのが、まだそこは喋ったらダメね。ああそうだよね、もうネタバレになっちゃうから。早くその話を読み終えて。夏希の声が期待にきらめいて聞こえる。普段の威張った雰囲気とは正反対だ。きっと友達と好きな漫画を語ることがないからだろう。こうやって人とつながると言葉では語れないような気持ちになるものだ。夏希にとっては滅多にない機会を俺が作れていると思う。そんなことを考えていると俺もつられて少し微笑んでしまう。よしみんな、今日の詩の準備はできているかしら。無言。ああもう今すごく良いところなのに、ごめんなさい。時間は十分に取っておきたいの。でも二人ともそこが居心地よさそうね。ふふふ。え？な。その瞬間、夏希はどれほど接近していたかに気づき、瞬時に床を滑って俺から30センチほど距離を取ってしまった。30センチでもかなり近いと思った。わかった。今日はここまでにしておくか。俺は漫画を閉じて夏希に差し出す。返すの？続きが気にならないの？まあそうだけど。さっきモニカが、バカね、持って帰ればいいじゃない。え、いいのか。空いた時間で読むつもりはあまりないと思いつつの発言だったが、あ、はいはいはい。当たり前でしょ。そうでもしないと一生読み終わらないし、明日までに読み終えて次の巻に進みましょう。あと折ったら殺すわよ。明日までに？まだ半分も読み終えていないのに。あ、結構長いやつなんだ。これを読んでたらアニメを見逃してしまうかもしれない。しかし夏希の喜ぶ顔を見るためには必要な犠牲なのかもしれない。いや、アニメ録画しようぜ。それとも俺はもし読み終えられなかった時のことを恐れているのだろうか。わかったよ。俺は立ち上がり、自分の荷物を置いた場所まで戻り、借りた漫画を慎重にカバンにしまった。ところで昨晩ちゃんと忘れずに詩を書いてきたかしら。ああそうだそうだ、とっておきの詩を書いてきたんだよね。突然爆発したり虐殺するやつね。ああ身が引き縮まる、あ違う、身が引き締まるだ。こんな恥ずかしいことになんで俺は賛成してしまったんだ。今までこんなことをやった経験がないからか、それといったインスピレーションも湧かなかった。さてみんな準備もできたみたいだし、詩を見せる相手を見つけましょう。もう待ちきれないよ。さよりとモニカは張り切りながら詩を取り出している。さよりの詩はリングノートから破いた一枚の紙に書いてあるようだ。一方モニカの詩は作文用のノートに書いてある。俺の席からでもモニカの何て読むんだろうこれ、純朴な字が見て取れる。要するに綺麗な字ってことね。夏希とユーリも しぶしぶバッグから取り出して応じる。同じように俺もそうした。ということでちょっと結構いい時間になったんで、まあ、このね選択肢が長期になるんだけど、ここまでにして次回この続きからやっていきたいと思います。いや結構面白いねこれね。じゃあまたな。